日本人女性によるドイツでの日本語にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのあこです。今回は、おいちょっと来てみろよ。ドイツ滞在中に電話でもしもしと答えたら大変な事態にの話題です。海外、アニメで見たことがある。日本語は外国人さんにとって習得が難しい言語と言われています。確かに漢字やひらがな、カタカナ、敬語、音読み、訓読み、方言など全てを理解するのはなかなか難しいかもしれません。でも日本語の響きや表現方法の美しさに魅了されて日本語を勉強しようとする外国人さんも多いそうです。さて今回ご紹介するのは日本人女性によるドイツでの日本語にまつわるエピソードです。彼女は留学先のドイツで日本語で電話に出たところ周りの注目を浴びたと語っていました。一体どんなことがあったのでしょうか。早速ご紹介していきます。留学先にドイツを選んだのはドイツ語を専攻していたことが一番の理由。でも本当はそれだけじゃないの。私は小さい頃から周りの人といい関係を築くのが下手だった。相手の気持ちを考えずに余計なことを言って怒らせたり、相手のことを考えすぎた結果親身になりすぎて鬱陶しいと思われたり、自分の意見をうまく伝えるのが苦手、何でも話せる友達はあまりいなかった。ある時数少ない友人の一人が交換留学の話を教えてくれたの。彼女も私と同じでドイツ語を専攻している。留学に興味はあるけど母親が猛反対しているそうだ。最初私は留学しようという気持ちはなかったの。でも交換留学について詳しく知ると行ってみたいと思うようになった。私は今までドイツはもちろん海外旅行にすら行ったことがない。日本しか知らない私でもなんとかなるだろうか。いろいろ考えると不安になったわ。だけどドイツ語なら割と勉強していたし英語は得意な方だ。何年もドイツにいるわけじゃないしね。それにもしかしたら留学をきっかけに自分の気持ちをうまく伝える方法がわかるかもしれない。家族に相談すると意外とあっさり OK が出たの。留学期間がそれほど長くないからかもしれない。大学での審査に通りドイツの大学から入学許可をもらった。留学をきっかけに何かが変わるかもしれない。期待と不安が入り混じった気持ちで私は留学先のドイツへ向かった。ドイツでは文化の違いに驚かされた。と言っても私は海外が初めてだから日本以外の国とは比べられない。ペットのこと、ドイツはペット先進国だ。電車にもレストランにも犬がいる。中にはペット NG のお店もあるけどほとんどの場所で犬を見かけた。スーパーマーケットとかは入れないみたい。犬税があることにも驚いた。犬のしつけ教室みたいなものが多くてみんなマナーを守っている。食事のこと、夕食に温かいものを食べる習慣がない。昼食がメインのようで昼食にしっかり食べる人が多い気がした。肉料理やじゃがいも料理は多いけど日本のような野菜料理は少ない。買い物のこと、コンビニがない。日曜日に買い物できない。いかに日本での買い物が便利だったか思い知らされた。驚くことばかりだけど何もかもが新鮮だったわ。それに友達ができたの。日本のアニメが好きだというドイツ人の女の子よ。私が日本人だから声をかけてくれたのかもしれないわね。でもそのおかげで学校が楽しくなったの。友達って言えるのは彼女だけだったけどすごく嬉しかった。彼女は明るくてはっきりと自分の意見を言う。そして聞き上手だ。私の話をしっかりと聞いてくれて自分の意見を伝えやすいと感じた。ある日大学の学生食堂でランチをとっていたの。もちろん彼女と一緒に。すると私の携帯電話が振動し始めた。画面を見ると日本の母親から電話だ。今日本は夜のはず。何かあったのかしら。私は慌てて電話に出た。
口の周りを手で覆いながら、もしもしって言ったの。でも周りが賑やかなせいで母の声が聞き取れない。母にも私の声が届いていないようだった。そこで少しだけ声を大きくして、もしもし、もしもしって言ったのよ。その瞬間、周りの学生たちの視線を感じた。まずい、うるさかったのかも。私は通話を終えて、彼女にごめんね食事中にと謝った。すると友達は、本当にもしもしって言うんだねと目をキラキラさせて、なんだか嬉しそうだ。アニメで見たことがあるのよ、本物を初めて聞いたわなんて言っている。そして口元を手で隠すようにして話していたでしょ。あれも日本人ならではの仕草よとも言われた。でもね、彼女は小声でこう付け加えた。私はアニメで見て知っているからいいけど、ドイツで大声でもしもしとは言わない方がいいわよと。どうやらドイツでは下品な言葉になってしまうらしい。そうなの？知らなかったとはいえ恥ずかしい。気をつけないといけないわ。そして彼女は、他にどんな言葉があったかしら、アニメでも聞いたような言葉、何かないかしらと言い出した。そこで私は、キラキラ、ゴロゴロ、ふわふわ、トントンなど思いつく言葉を口にした。彼女は大喜びで、それはどういう意味なんて大声で言うのよ。その声は周りの学生たちにも聞こえていたようだ。私がさっきもしもしと言ったばかりだし、なんとなく注目されていたのかもしれないけど。そこに、おい、ちょっと来てみろよ、面白そうだぞと言いながら、知らない学生が集まってきたの。みんな口々に何か言っているけど、人数が多いし早口だし、何を言っているか聞き取れない。私が助けを求めるような顔で彼女を見ると、大丈夫、みんなも日本語を聞きたいみたいよと教えてくれた。そこで私はさっきの言葉を説明することにした。キラキラは何かが輝いている様子を示す言葉。水面とか星とか人間に対して使うこともある。ゴロゴロには二通りの意味がある。一つは雷が鳴っている様子、もう一つは何もしないでくつろいでいる様子。あ、もう一つ、猫が喉を鳴らす、あの音もゴロゴロって言うわね。ふわふわは何か軽いものが浮いて漂っている様子。動物の毛並みや毛布の肌触り、パンの柔らかさの表現なんかにも使うかな。トントンは硬いものを続けて叩く様子。激しく叩く様子となるとドンドンになる。周りからは、面白い、他には？なんて声をかけられた。そこで彼女が一言。確か天候に関係するオノマトペがたくさんあるのよね。雨の降り方だったかしら。それを聞いた周りの学生たちも気になるらしく、教えてくれ、例えば、と大騒ぎになった。私は雨の降り方に関係する言葉を説明した。例えば、小雨。少しだけ降っている雨の時は、しとしと、ポツポツ、パラパラ。雨の量が多くなると、ザーザーになる。あと、風も強さによって違うオノマトペがあるわ。そよそよは、風が静かに吹く様子。強い風だと、ビュービュー、ゴーゴーって言うわね。水に関係しているものだと、ポタポタ、チョロチョロ、ジャブジャブ、ビショビショ、ナミナミ、なんていうものがあるわ。それを聞くとみんな大盛り上がり。日本語の発音が面白いのかもしれない。私は帰ってから日本のオノマトペについて調べてみた。何か聞かれたら答えられるようにしておきたいから。オノマトペの語源はフランス語。日本でいう擬音表現であり、日本にはたくさんのオノマトペがある。普段の会話にもよく登場するし、その言葉で様子を想像することができる。日常生活で聞こえてくる音や声を表している擬音語や、状態や状況、感情を表している擬態語があって、それらをまとめてオノマトペというそうだ。擬音語には、しとしと、トントンなどの繰り返す言葉の他に、猫の鳴き声のニャーや、鶏の鳴き声のコケコッコーなどがある。確かドイツでは、猫はミャウミャウで、
鶏はキッキリキーって言うはず。特に動物の鳴き声を表す言葉は国によってかなり違うはずだ。日本の犬の声はワンワンだけど、ドイツではワウフ、ワウフ。人間の声だとヒソヒソとかブツブツ。赤ちゃんのおぎゃーおぎゃーが擬音語だ。擬態語では本来音がしないものの様子を表すテカテカやツルツルなどがある。感情を表すオノマトペだとハラハラとかイライラ、がっかり、ソワソワなどがあるわ。ひんやりとかポカポカ、キンキンは温度に関係する。改めて調べてみると本当にたくさんのオノマトペがあることが分かった。ついでにどうして日本人が電話にもしもしって出るのか調べてみたの。もしもしはモースモースが元になっているそうだ。日本に電話が普及した当時は交換手に相手の番号を伝えて取り継いでもらうシステムだった。電話機の性能があまり良くなかった時代で、電話を持っているのは身分の高い人だけだったそうだ。そこでまずおいおいと呼びかけるのが一般的だったとか。時代が変わり、言葉遣いが丁寧になり、申し上げます申し上げますが省略されてモースモースになり、やがてもしもしになったと言われている。確かビジネスシーンではもしもしは NG だったはずだ。ドイツで使うと変な意味で注目されそうだから使わないようにしないといけない。でもあの日の出来事は私にとって転機になったに違いない。だってあれ以降友達が増えたんだもの。そうそう、もしもしくらいにみんなが反応した言葉があったの。それはドンブラコ。昔話に出てくる桃が川を流れてくる様子だと説明するとみんな大笑い。日本のオノマトペがきっかけで友達ができるなんて、日本語ってすごい力があるのかもしれないわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のオノマトペの話題には海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。自分が一番好きなのはふわふわという軽さや柔らかさを表現する擬音だね。例えばこのベッドはふわふわですと使ったり、気持ちがどこかに行ってしまっている人を表現したりするときに使うのさ。もしもしはアニメで見たことがある。心地よい音だよね。擬音は口に出してみるとキュートだし面白いね。英語とはまた違った趣がある。日本語はすごいよ。一言で様子を表すなんて面白いね。日本語の授業でも教えてくれるといいのに。日本の擬音は本当に多いんだね。自分はパックマンからパクパクは知ってたよ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介した日本人女性は、留学先のドイツでたくさん友達ができたのは日本語のオノマトペがきっかけだったと語っていました。日本語のオノマトペは4000語から5000語もあると言われています。オノマトペをきっかけに日本語に興味を持つ人がいるかもしれませんね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。